皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではスウェット&ティアーズ2する日からやっていきましょう。カモン、うわ悔しい。ベリーグッド。グッド。ウェイトはスポーツの基本だ。エクセレントでマーベラスでワンダフルな体を作れよ、バーニング。はい、わかりました。これからも頑張ります。でもなんでバーニング状態なの？うん、ダンちゃんを誘おう。はい、もしもし、ダンです。どちら様ですか？ダンちゃんですか？私、クロミアです。あー、嬉しいです。電話来るのを待ってたんですよ。変わった、そして可愛い。ダンちゃん、今日時間あったら希望が丘テニスクラブで一緒に練習しない？ダダダダーン。そう言ってくれると思って用意してました。出た、ダンちゃんの口癖。それじゃあ1時にテニスクラブ前で待ってるね。1時ですね、わかりました。よろしくお願いします。です、やった、ダンちゃんと練習だ、頑張ろう。ダンちゃんはと、あっちゃー、もう来てるよ。ダンちゃん来るの早いよ。ごめんね、待ったよね。いいえ、僕も今来たとこです。あ、そうなの、よかった。じゃあ中に入りましょう。僕も研究してきたですけど、いろいろ教えてくださいね。研究？うん、よろしくね。ねえダンちゃん、試合を調査してていろんな決め球を見てるよね。お、必殺技だ。見てますけど、それがどうかしたんですか？やってみたいんだよね。例えば立海大附属の原さんのガンガンスマッシュとか、それ一つで試合の流れを変えるような決め球があったらもっと強くなれるよね。ダメです、真似はいけないです。僕、阿久津先輩の真似したら先輩たちに怒られました。おお、そうなんだ。阿久津先輩の真似か、すごいことしたね。先輩たち、南さんはお母さんのように、そして仙国先輩はお兄さんのように、そして吉川さんは先生のように。バンジーは何か言ったのかな？阿久津先輩の真似はちょっと無茶なんじゃない？何でもできちゃう人なんでしょ？そういう意味じゃないです。人には人それぞれの長所と短所があるです。君は君に向いた技を見つけるのがいいです。私に向いた技？どんな技が向いてるの？特訓あるのみです。その中で見つけていくです。うん、わかった、やってみる。よっ、はっ、たっ。もうおしまいなんですか？休んでる場合じゃないです。まだだよ、まだやるからね。そうです、原さんだって他の先輩たちだってみんなもっと努力したはずです。うん、決め球を試合で使うには自分のものにするための努力を見えないところでやってるです。私だってそれ以上の努力をしてみせるから。努力以上の努力をするんだから、決め球以上の必殺技を編み出しちゃうよ。はい、やるです。はっ、はっ、ひょりゃ、えい、あ、できた。やったです。スローボールがラケットを避けるように変化するなんてすごいです。ありがとう、ダンちゃん。ダンちゃんのおかげだよ。ねえ、今の技の名前つけてもらってもいいかな？お願い。僕がつけていいんですか？スーパーエクセレントスローボールなんてどうですか？こういうのよくパッと思いつくね。スーパーエクセレントスローボール、可愛くてダンちゃんらしい名前だね。可愛いかな？私の必殺技っと。
これだけすごい技なんだからいつでも出せるわけじゃないです。試合中体力ゲージの上にマークが出た時にしか出せないです。マークが出た状態で必殺技ボタンを押すと打てるです。簡単ですよね。うんうん。それにしてもこの技なんだか疲れるかも。必殺技は体力をたくさん消費するです。乱発は危険です。でもチャンスと思ったら出すべきです。いいですね。うんうん、わかった。それからここが重要です。技は使い続ければもっと成長していくです。覚えたての今は機会があったらどんどん使って磨くです。自分のものにしていくです。うん。こうして私は必殺技スーパーエクセレントスローボールを習得した。これもダンちゃんのおかげだよね。感謝しなくっちゃ。それにしてもスーパーエクセレントスローボールか。お、どうした？ちょっと長いから SE スローボールって訳そうっと。え、でも試合中全部言ってたよ。ノブ、おいおい、どうしたよ今日。すごい素振りだね。素振りだけなら誰にも負けないんじゃない？でも前半丸でした。本当ですか？冗談だよ。なんだ冗談か。そんなにがっかりすることないよ。いい感じで腕が振れているんだから、やり続ければいいんだ。わかりました。やっぱり褒めてくれたんだ。よし。明日は全国大会だってのに全然眠れないよ。こんなんじゃ寝不足のまま試合することになっちゃう。ん？誰だろうこんな時間に。もしもし、クルミヤですけど。もしもし、ダンです。今話しても大丈夫ですか？大丈夫だよ。うん、布団に入ってたけど眠れなかったんだよね。もう寝てたんですか？まだ7時半ですよ。早っ。早すぎでしょ。明日に備えて早めに寝た方がいいかなって。ダンちゃん、この電話外からかけてる？今何してるの？外にいるんだ。公園でストリートテニスやってるです。ほう、こんな時間まで練習？そうなんだ。あの、私行ってもいいかな？もちろんです。誘おうかと思ってました。じゃあすぐ行くね。ダンちゃん、こんな時間まで練習してるんだ。頑張ってるな。ダンちゃんどこかな？あ、いたいた。あ、待ってました。お待たせ、時間かかっちゃってごめんね。そんなこと気にしないでください。僕こそごめんなさいです、こんな時間に呼び出して。いや、呼び出してないでしょう。全然大丈夫。それに緊張して眠れなかったから。僕も応援だけなのに実は緊張してるんです。全国大会なんて初めてだもん。どんな試合見られるか楽しみだよね。そっか、緊張をほぐすためにうちに来たんだ。ダンちゃん正解だよね。はい、僕テニスをやってみてよりテニスが好きになりました。お、いいことだ。もう選択肢？楽しみ方はいろいろだよね。でも選手になれなきゃつまらないよ。なんてこと言うの、ひどい。そうだよ、好きならやらなくちゃ。俺だ。そうだよ、好きならやらなくちゃ。ダダダターン、その通りです。レギュラーになるのや公式試合に出るのはまだまだ無理でも楽しむことが肝心ですよね。うん、テニスって楽しいじゃん。うん、だってテニスって楽しいもん。少し打ち合いませんか？うんうん。汗かいちゃいました。面白かったですね。面白かったんだ、楽しかったじゃなくて。うん、運動したから今夜はよく眠れそう。よかった。明日に響いたりしたら大変です。もうこんな時間だ。
そろそろ帰った方がいいです。行きましょう。うん。え、どこへ？いや、うちでしょ。帰りに何かあったら僕の責任です。家まで送るです。いいの？ありがとう。え、そんな大丈夫だよ。僕だって男ですよ。君の盾になるくらいできますから。おお、でもすっごいちっちゃい盾だね。わかりました。送ってもらいましょう。ダンちゃん無理しちゃってかわいいな。よし、明日は精一杯やろう。目指すは優勝だ。今日はいよいよ全国大会の日だ。よし、行くぞ。とうとうここまで来たんだ。全国大会の決勝だよ。今までの比にならないくらい緊張しているような。だいぶ顔つきが違うぞ。え、本当ですか？それはやっぱり全国ですから。やるべきことは全てやった。あとは結果を出すだけだな。はいはい。でもお前には未来がある。失うものは何もないだろう。え？はい、確かに。そっか、先輩は引退試合なんだよね。勝つぞ。はいはい。お世話になった先輩の引退の花道、勝利で飾らなくちゃね。気合ボールを渡すぞ。ステータスに振り分けてくれ。はい。さてさて、まずは精神力、パワー、瞬発力、もう一個瞬発力。こんな感じかな。よし、これでいこう。お、変わってる。お、桃城くん。さて、勝つぞ。勝って、ダンちゃんに褒めてもらうぞ。じゃあ行きましょう、先輩。プレイ。ダンド。ダンド。残念。無程度。あまり。はい、よっと。ちょっと間に合わなかった。ごめんなさい。ラブフィフティーン。判断力が普段より 72% 低下している。え、そんなに？はい。 72% も低下か。わちゃ。これくらい。しまった。お、アウト。やったね。か、なんで必殺技のゲージ消えちゃったの？前に出すぎ。なんだ。え、消えたよ、やっぱり。どうだ。予測通り。残念。ボール3個分に届かない。ありがとうございます。やったね。あれ、ダンちゃんから教えてもらった技って前衛だっけ？残念。お、ありがとうございます。データ通り。40-15。やっぱ光栄。あれ、なんで消えた？おーほ、おっしゃー。ゲーム正確。プレイ。原さんが打つと消えるな。ありがとうございます。ボール2個分届かない。やったね。ラブフィフティーン。あれ、やっぱ光栄の技なの？ラッキー。じゃあなんで原さんが打ったら消えるの？ラブサーティ。あれ、消えるんだけど。残念。ダンちゃん、ボール3個分届かない。私まだ未熟ですか？ラッキー。ラブフォーティ。やった、ストレートで勝った。アウト。勝っちゃった。ボンバイ正確。ゲ
ームセット。必殺技どうやって打つんだっけ。あれ、今までは普通に打てたのに、なんで今回打てないんだ。勝った、全国大会の決勝で勝った。素人だった私が全国大会で、泣いちゃった。やった、勝っちゃったんですよ私たち。そうだな。驚いてる。え、先輩嬉しくないんですか。もちろん嬉しいさ。なんか少し戸惑っている。乾先輩がいつもの乾先輩でない確率 100% だ。どうしてですか。これを目指して計画を立て実行してきた。奇跡などではない当然の帰着だ。その頭では分かっていても、どうしようもなく高ぶる俺がいる。それが嬉しいってことですよ。心の底からなんかアンドロイドみたいになっちゃってるよ。そうかもしれないな。それじゃああとはみんなの応援して正確な優勝を待ちましょう。ああそうしよう。ほっ、正確優勝ですね。すごいです、おめでとうございます。ありがとう。ダンちゃんありがとう。君はすごいです。僕も頑張ってレギュラーになるです。頑張って、応援してるよ。いつか公式試合で打ち合いたいです。おお、待ってるよ。私もお互い頑張ろうね。お、乾杯しよう。はい。ジュースですけどね。じゃ、乾杯。乾杯、乾杯。今日はありがとう、お前のおかげで勝てた。いえ、そんなことありません、先輩のおかげです。いや、冷静に分析しても今日の勝利はお前の貢献度が大だ。お前と組んで本当に良かった。嬉しいです。そんな風に言ってもらえるなんて私本当に嬉しいです。ありがとうございます先輩。しかしこの半年はあっという間に過ぎ去ったな。はい、私が声楽テニス部に入ってちょうど半年なんですよね。ずっと無我夢中だったから。お前はその半年で全国レベルに達したんだ。本当にすごいことだね。ねえ、すごいよね。これ実際に怒ったりとかないのかな。半年間で全国レベルに達した人いるのかな。これは脅威であり同時に俺たちの誇りだ。え、そんな。しかしとはいうものの未だに信じられないな。あ、まだ信じられません。何がですか。いや、確かにお前にはズバ抜けた素質があった。それは事実だ。だがこの間の進歩、あれ、乾先輩がアンドロイドじゃなくて私がアンドロイド疑惑。単に努力で補えるとは思えない異常なスピードでお前は成長した。これは実に興味深い。ガリレオですか。はあ、もしかしてお前の粗忽な性格に何か秘密がある。いや、ないと思います。粗忽って何ですか。軽はずみで周囲や資料が行き届かない、あるいは失礼、無礼という意味だ。ご丁寧にどうもありがとうございます。ひどい、私そんな性格じゃないと断言できるのか。できません、ごめんなさい。う、確かにそうかもしれません。テニスとの関連は未解明だ。しかしお前のその性格が部を明るくしたのは事実だな。そうですか。ああ、練習中はもちろん合宿や様々なイベントでお前は目立っていた。そうかな。そういえば先輩と一緒のことが多かった気が。ないよ、ないでしょ。うん、少なくとも俺にとってはいい息抜きになったよ、お前と一緒にいるの。短かったけどね。私も楽しかったです。ところで少し真面目な話をするが。何ですか。いや、ちょっと告白はやめてくださいよ、私はダンちゃんがいるので。何ですか。俺たちはこれで引退だが、お前たちには
10月の新人戦や来春の全日本ジュニア選抜も控えてる。その力どんどん伸ばしていけよ。お前の限界はまだ来ていない。怠けるなよ。はいはい。あ、それからお前が聞いたら泣いて喜びそうな情報がある。何ですか？え、ダンちゃんがもしかして私のことを気になってるっていう情報ですか？何ですか情報って。これからも祝勝会は毎回ここでやってくださるんだそうだ。あ、そういうことか。あー、またここのお寿司が食べられるんだ、楽しみだな。そういうことは勝ってからいい。はい。とにかく俺たち3年はお役御免というわけだ。これからの声楽を頼んだぞ。お役御免ってなんか悲しいな。はい。ってことらしいけど分かったか。よし、よし、よし、よく分かったみたいだな。よう、お前最近頑張ってるようじゃねえか。目指せ頭脳派プレイヤー、期待してるぜ。はい、任せてください。頑張ります。やった、褒められた。トップボレーロブ。いやいや、ま、ひどすぎでしょこれ。そうだ、ちょっと聞いておきたいことがあるです。フォームがすごくかっこよくなってきましたね。本当ありがとう。ダンちゃんの指摘が効いたんだよ。ダンちゃんのを真似してみたんだ。いや、真似はダメって言ってたじゃん。そうかな、まだまだだよ。いや、これダンちゃんの指摘が効いたんだよ。そんなことないです、君の努力の成果ですよ。もうバッチリだよね。今日の練習楽しかったです。また誘ってください。うん、そうだよね。この後時間ありますか？あるよ。暇だったら付き合ってもらえませんか？いいよ。え、ダンちゃんから誘われちゃった。どうしよう。うん、喜んで。ありがとうです。じゃあ行きましょう。うん。それでどこに行くの？ラケットを見たいのでスポーツショップに行きたいんですが。ラケットか。私も見る見る。私のは龍崎先生に決めてもらったからじっくり見たことないんだよね。ああ、そうだったんだ。それならちょうどよかったです。ああ、いろいろあって目移りするです。どれがいいのかな。そうだよね、確か先輩たちはプレイスタイルで全然違うのを持ってるよ。菊丸先輩はネットプレイヤーだからコントロール性を重視してるって。私のは初心者向けの軽いやつ。あー、なんかこういうのあるよね。龍馬くんはパワー不足でも強烈なショットが打てる高反発とかだったかな。僕まだ自分に向いてるプレイスタイルがよくわからないです。あ、そうなんだ。そうなんだ。なんかこの聞き方やだ。私もよくわからないよ。できないプレイってあるよね。納得するまで悩んでみたらまた。そうだな。でも私もわからないって言っておいた方がいいかな。私もよくわからないよ。君でもそうなんですか？そうだよ、だって初めて半年だもん。だからなるべく龍崎先生や先輩たちにあれこれ聞くようにしてるよ。そうですよね、周りの人の方がよく見えているし指導してくれますよね。自分で考えるのも大事だけど、初心者のうちは素直に人に聞いた方がいいと思う。はい、聞いてみるです。今日は付き合ってくれてありがとうです。いいえ、私でよかったらまた誘ってね。すごく楽しかった。僕もすごく楽しかったです。今度買い物にも付き合ってほしいです。いいよ。あれ、今日は買い物しなかったのかな。喜んで。ダンちゃんに付き合ってスポーツショップすごく楽しかったな。ブレ、お前にしては上出来じゃない。リベンジならず。そうだ、
ちょっと聞いておきたいことがあるです。自主トレはどのくらいやってますか？どのくらいだろう。朝は走ってるよ。何キロかわかんないけど。何もやってないのよね。嘘でしょ。軽く流す程度にかな。いや、毎朝欠かさず50キロ走。すご。毎朝欠かさず50キロ走かな。すごい。そんなにやってるんだ。僕もそのくらいやらなくちゃ。もうバッチリだよね。今日の練習楽しかったです。また誘ってください。うん、そうだよね。それじゃあまた今度。うん、またよろしくね。こうしてこの日のテニスクラブでの楽しい練習は終わった。いやー、ダンちゃん来るの早いよ。私が先についてるってこと一度もないんだけど。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。